こんばんは、ゆめです。私たちが暮らす太陽系が属している天の川銀河。それは人類がまだ全体像を写真として捉えることもできないほど広大な存在です。では、なぜ私たちの地球は天の川銀河の中にあるとわかったのでしょうか。今回はその謎を一緒に紐解いていきましょう。あなたは天の川を観測したことはありますか？七夕伝説でも有名な天の川は、夏の夜空で輝く美しい星の集まりです。そしてその正体は太陽系が属する天の川銀河という一つの銀河でもあります。銀河系という呼び方も一般的ですが、地球からは天の川として見えるので、天の川銀河と呼ばれることが多いようです。私たちは銀河を内側から観測していたんですね。銀河というのは、恒星や星間ガスなどの天体が集まってできた集団で、天の川銀河の場合、直径は約8万から10万光年と言われています。そして、この銀河には約2000億から4000億もの恒星が存在すると言われていて、銀河全体の質量は太陽質量の約1兆2600億倍とされています。もはや想像がつかないほど大きな数字ばかりですよね。天文学的数字とはまさにこのことではないでしょうか。とはいえ、こんなに広い銀河を詳しく調べるのはとても難しいことなので、現在の時点では恒星の数も質量もあくまで推測された値です。ですが、天の川銀河については昔から研究が進められていて、現在ではその構造も明らかになりつつあります。まず、天の川銀河は、地球側からは細長い川のような形状で観測できますが、実は、棒渦巻き銀河と呼ばれる円盤状の形をしていることが分かっています。私たちが知っている天の川は、銀河を横から見た状態だったんですね。俯瞰して全体を見ると、薄いディスク状に見えるとされる天の川銀河ですが、中心部の厚さは1万光年。中心部以外の厚さは1000光年もあると言われています。そして中心部は星やガス、塵などが密集していると考えられており、中心核の真ん中には巨大なブラックホールが存在するとされているのです。では、私たち人類が暮らす太陽系は天の川銀河のどこにあるのでしょうか？太陽系は天の川銀河の中心部から半径約3万光年離れた位置にあるとされています。半径が4万から5万光年であることを考えるとかなり端っこですね。太陽系は銀河の中心部から外れた火上湾と呼ばれる位置にあるそうです。夜空を見つめていると私たち人類が宇宙の中心にいるような気持ちになることもありますが、実は地球って銀河の中ではかなり偏僻な場所にいるのかもしれませんね。ところで、あなたはここまで聞いて一つ疑問に思ったことはありませんか？それは、なぜ地球の住所が分かったのかということです。これまで人類は宇宙に関する様々な謎に挑んできましたが、その全貌をつかめたわけではありません。宇宙を旅する探査機は未だかつて広大な天の川銀河を出たことはなく、太陽系自体もまだまだ調査中なのです。つまり、現時点では誰も天の川銀河を外から見たことがないのです。なのに、天の川銀河の中で地球の位置がどうやって分かったのでしょうか。不思議ですよね。実は、地球の位置が分かるまでには
先人たちによる様々な紆余曲折がありました。今から私と一緒に天の川銀河の発見から地球の位置が分かった瞬間までを一緒に見ていきましょう。まず人類は今から500年くらい前まで地球は宇宙の中心にあって他の星が地球の周りを回っていると考えていました。この考え方が天動説と呼ばれるものです。この考え方の歴史は非常に古いもので、2世紀頃の天文学者プトレマイオスの考え方がベースになっていると言われています。しかし、1543年にコペルニクスという天文学者が太陽の周りを地球をはじめとした星が回っているという地動説を発表しました。これによって宇宙に対する考え方が劇的に変わったのです。ここから時が進み、1609年から1610年になるとまた新たな発見がありました。この時期に天文学者ガリレオ・ガリレイが望遠鏡を使って太陽系や天の川を観察し、コペルニクスの地動説が正しいことと天の川銀河が星の集まりであることに気づきました。そして彼はこの天の川銀河が太陽系を越えて遠くまで広がっていると予想したのです。当時はまだ天の川銀河がどんなものだったのか知られていなかったんですね。そんな中で天の川がたくさんの星が集まってできたものだという気づきはとても大きなものだったのではないでしょうか。そしていよいよ天の川が銀河だと気づいたのはウィリアム・ハーシェルです。彼は天王星の発見で知られる天文学者で、自作の望遠鏡で天王星を発見し、さらに全天の観測に挑みました。そして全天の星を数えて位置と明るさを地図にしたのです。この地図は人類が初めて描いた天の川銀河の地図と言われています。そして彼は観測結果から星が多く見える方向ほど星が遠くまで存在するという考えに至りました。そしてこの観測をきっかけに彼は天の川が銀河系を横から見た姿だと気づいたのです。手作りの望遠鏡でここまでのことを発見しちゃうなんてすごすぎますね。さらにハーシェルは1785年に自身の観測結果をもとに新しい宇宙モデル、ハーシェルの宇宙を提唱しました。ハーシェルの宇宙では天の川銀河は直径が約6000光年、厚みが約1100光年の円盤型で、太陽がその中心に存在するとされました。これは現在知られている天の川銀河の姿とは異なるものですが、彼の説が銀河系を理解する上で重要な第一歩となったことは間違いないでしょう。ここからさらに天文学者たちによって天の川銀河が観測され、様々なデータが蓄積していきます。さらに時が流れて、20世紀初頭、1908年にアメリカの天文学者ヘンリエッタ・スワン・リービットがある発見をしました。それは夜空の写真に写った偏光星です。これは後にセファイドと呼ばれることになる特殊な星でした。このセファイドという星は脈動するように定期的に明るくなったり暗くなったりする特性を持つ天体として知られています。ハーバード大学天文台で働くリービットは、1777もの偏光星のカタログを作成し、研究することで、この星の周期と高度の関係を発見したのです。彼女は、周期の長いセファイドの方が、周期の短いセファイドよりも明るいことを突き止めました。逆に言うと、明るいセファイドの方がより脈動の周期が長いということですね。このことは天の川銀河を理解するために
非常に重要な発見でした。なぜなら、セファイドの高度と周期を知ることで、地球からセファイドまでの距離を求められるようになったからです。つまり、この偏光性と他の天体など様々な距離を測ることで、やがて天の川銀河の全体像をつかむことができるようになるかもしれないのです。この発見は本当に大きな進歩ですね。こうして1920年代に突入すると、複数の天文学者たちが研究をもとに様々な宇宙モデルを発表し始めます。まず1922年にオランダのカプタインが発表した宇宙モデルを見ていきましょう。カプタインは全天の恒星を複数のエリアに分けて数える星係数法で銀河の観測を始めました。その目的は天の川銀河の大きさと形を知ることです。この計画は世界の40天文台が共同で行った非常に大きなプロジェクトでした。そしてここから得られた観測結果をもとにカプタインは新たな宇宙モデルを提唱したのです。彼が発表したモデルはカプタイン宇宙と呼ばれ、当時の天文学界に大きな衝撃を与えたものでした。カプタインが想像した宇宙とはどんなものだったのでしょうか。まず、彼は天の川銀河が円盤状の構造であることを明らかにしました。さらに、直径は約5万光年であり、厚みが約1万光年であるとされました。そして、カプタインはハーシェルと同じく、銀河系の中心には太陽があると考えていたようです。さらに、当時はこの天の川銀河こそが宇宙のすべてだと考えられていたといいます。カプタイン宇宙も現在考えられている天の川銀河とは異なる姿ではありますが、大きさや厚みなどかなり近づいてきたように思えますね。さらに当時は他の天文学者たちも宇宙モデルを次々と発表しました。中でも有名なのがハーロー・シャプレーが考えた宇宙ですね。シャプレーは1918年に地球から球状星団までの距離と方向を調べました。球状星団というのは天の川銀河に存在する星々の集まりである天体のことです。これは天の川銀河の円盤部ではなく、銀河を丸く包み込むハローの周りを回っています。シャプレーはセファイドの高度から球状星団の距離を調べ、球状星団が射手座の方向、約5万光年先のところを中心に球状に分布していることを発見しました。つまり、地球がもし中心部にあるのであれば、全方向に均一に星が見えるはずですが、どうやらそうではないらしい、ということが分かったのです。射手座やさそり座の方向には星がたくさん見えますが、これは星が密集しているということなんですね。つまり、天の川銀河の中心というのは、シャプレーがこの時観測した領域であり、太陽系は銀河の中心から約5万光年も離れていると予測したのです。この瞬間こそが地球や太陽をはじめとした太陽系が銀河の中心ではないことが判明した瞬間ですね。また、太陽系の位置が分かったことで、これまで考えられていたよりも天の川銀河がはるかに大きいこともわかりました。シャプレーの発見は地球の位置を理解する上でとても重要な功績だったと言えるでしょう。そしてシャプレーはこの観測結果に基づいてシャプレーの宇宙モデルを描き出しました。この宇宙モデルは当時もう一つ有力なモデルとされたカーチスの説と対立し、
公開討論が行われるほどの大激論となりました。当時どのような意見が存在し、どのように対立していたのか見てみましょう。まず、シャプレーの主張は、銀河系の大きさは約30万光年で、渦巻き星雲は銀河系内にあるというものでした。渦巻き星雲というのは天の川銀河の隣にあるアンドロメダ銀河のことですね。またシャプレーが考える銀河系のサイズが飛び抜けて大きいことに驚きます。しかしこれは当時はまだ天の川銀河が宇宙で唯一の銀河と考えられていたからです。ここでいう渦巻き星雲のように他の銀河も観測されていましたが、基本的にこれらも天の川銀河の中にある天体だと思われていたのです。対するカーチスの主張は、銀河系の大きさは約2万光年で、渦巻き星雲は他の銀河であるというものでした。シャプレーの主張とは宇宙の規模も渦巻き星雲への認識も全く異なりますね。当時は主にこの2つの主張が激しく衝突し合い、彼らの討論はザ・グレート・ディベート、つまり大論争と呼ばれました。またの名を2人の提唱者の名前を取ってシャプレー・カーチス論争と言います。この議論はとても白熱したものだったんですね。議論の名称から当時の様子を想像せずにはいられません。当時の論争がどんな感じだったのかとても気になっちゃいますね。しかし、どちらの説も現在考えられている天の川銀河の姿とは異なります。この論争はいつ決着がついたのでしょうか。それは1923年のことだと言われています。この年に天文学者のハッブルが渦巻き星雲 M31 にセファイドを発見しました。この M31 は先ほどの論争の種の一つだったアンドロメダ星雲のことですね。ハッブルはこのセファイドを指標にして、この天体の明るさと地球との距離を測定し、地球からアンドロメダ銀河までの距離を測定するのに成功したのです。その距離からアンドロメダ星雲が天の川の外にあることが判明し、天の川銀河は数ある銀河の一つに過ぎないことが分かりました。つまりアンドロメダ銀河は天の川銀河とは別の銀河であると明らかにされたんですね。この発見は当時の論争に一石を投じるものだったに違いありません。当時の天文学会に衝撃をもたらしたこの発見は、シャプレーの目に見える範囲の星々はすべて天の川銀河の内側にあるという考えを覆しました。ちなみにハッブルはハッブルの法則を用いて宇宙膨張説を導き出しましたが、これも彼がセファイドを観測したためにできたことです。ハッブルの発見は天の川銀河だけでなく、宇宙の起源に関しても大発見だったんですね。その後、ハッブル宇宙望遠鏡やアタカマ大型ミリ波サブミリ波アレイなど高性能な望遠鏡を用いた観測によって、さらに詳細な天の川銀河の構造が分かりました。これによって太陽系から天の川銀河の中心までの距離が約2万8000光年であることが分かったのです。ここで初めて太陽系の正確な住所が分かったんですね。このような詳細な観測により、天の川銀河の大きさや厚みも明らかになりつつあり、その渦巻き構造についても判明しました。こうして、かつて多くの研究者が追い求めてきた天の川銀河の形がだんだんと浮き彫りになってきたのです。
科学が持つ力はすごいですね。それでもまだ私たち人類は天の川銀河について完全に理解したわけではありません。現在もその調査は続いています。今行われている天の川銀河に関するミッションといえばガイア計画が有名ですね。これは2013年から行われている欧州宇宙機関 ESA のミッションです。この計画の目的は銀河系内にある約10億個の恒星の位置情報を計測し正確なマップを作ること。つまり銀河の 3D マップの作成を目指しているんですね。衛星によって私たちが暮らす銀河をさらに詳しく知ることができるなんてワクワクしますね。この計画で得られたデータはこれまでに2016年、2018年、2022年の3回にわたって公開されています。2022年時点で観測天体数は18億個で、約14億7千万個の星の位置、年周視差、固有運動が測定されました。現在こうして着々と調査が進んでいて、2020年代後半には最終カタログが公開される予定なのだそうです。2020年代後半というとあと数年ですね。この計画が私たちに天の川銀河のどんな姿を見せてくれるのか今からとっても楽しみです。さて今回は天の川銀河内で地球の住所はなぜわかったのかというお話をしました。今私たちが一般常識として認識している銀河の大きさや太陽系、地球の住所は何世紀も前から先人たちが宇宙を何度も観測した結果わかったことだったんですね。これまで様々な天文学者がそれぞれの宇宙を想像し論争を繰り広げてきた天の川銀河の構造。現代ではより高性能な望遠鏡や衛星によってその姿が明らかになろうとしています。しかし無人探査機ですらほとんどが調査できていない広大な天の川銀河は私たち人類にとってまだまだ未知の存在です。今後天の川銀河を調査することで一体どんなことが判明するのでしょうか。もしかしたら誰も想像していなかった宇宙のすごい秘密が分かっちゃうかもしれませんね。それでは今日のお話はこれでおしまいです。またあなたとお会いしたいのでぜひチャンネル登録してくださいね。いいねもいただけたら嬉しくて動画制作がはかどっちゃいます。皆さんが良い夢を見られることを願っています。また次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。